パパニュース、1分間でパパッとお送りする IT パパニュース。まずは最新の IT ニュースフラッシュ。 AI でアニメ自動彩色、奈良先端大学チームが作成。電脳交通がタクシー乗り放題サービス実証実験。みずほアリババ参加アリペイと提携。さあ、そして今回お送りするくろうとっぽく用シリーズは、電話が着信する。この何気ない一言ですが、コールセンター業界ではちょっと一味違った言い方をしています。電話の一本一本の通話のことをこと呼びます。こというのは漢字のこの呼ぶっていう漢字ですね。でこって呼ぶんですね。さあ、このこを使ってどんなくろうとっぽい言葉で使うんでしょうか。さあ、続きはボイシーのパパニュースで。